みなさんこんにちはかきもり文庫開館35周年記念特別展のお知らせです10月20日までかきもり文庫で秋季特別展武尊の手紙を開催します内容は武尊の手紙を中心に画廃の名品を加え武尊の生涯をたどります観覧料は 一般700円、高校大学生は450円、小中学生は350円となっています。お問い合わせ先は柿森文庫072782の0244までお願いします。それでは今回の痛みだよりスタートです。 少しずつ涼しい日も増えてきましたね、えー、季節は夏から秋へ秋といえば実りの秋芸術の秋とも言われますがスポーツの秋でもあります運動会体育祭が楽しみな子どもたちもたくさんいるのではないでしょうかまた来年は東京オリンピックも控えており日本中でスポーツへの関心が高まってきています 今回はそんな日本のスポーツ界を引っ張っている素敵なゲストをお迎えしました住友電気工業株式会社陸上競技部の三宅直香選手と スポーツ健康事業推進室の吉川さんにお越しいただきました。どうぞよよろろししししくくおお願願いいいまますすはい、ということなんですけれども早速なんですが住友電工といいますと伊丹市内に大きな事業所そして住友総合ブランドという陸上競技場があるんですけれども陸上競技部は普段からこ,のこちらの競技場で練習してるんですか そうですね。えっと、陸上競技部の活動場所の一つとして、はい、総合グラウンドがあります、うん。こちらですかね。そうですね。ここいはい。伊丹、はい、製作所の勤務している選手は、うん、主にこのグラウンドを使って練習しています。はい、また、長距離の選手は、小屋池公園など周辺でジョギング等もしています。そうなんですね。はい、どこかでお会いできるかもしれない <laughs> <laughs> ですね。はい。<laughs> いろいろ写真がありましたけれどもじゃあ住友電工陸上競技部はどんな目標や方針を持って活動を続けられているんでしょうかえと目標としては、えー、と競技面では世界と戦えるというチームを目指して取り組んでいます。また、えー 地域貢献活動などの社会活動、社会貢献活動も重要な位置づけとして積極的に活動していて、伊丹、うんはい、市の幼稚園から中学生までの生徒さんに年間20回ほど陸上教室を開催しています。うん、えーすごい。はい。そうですか。こうさまざまなね、あ、そうですね。これも最近のものですね。は、ね、い。ですね。はい。いろいろとまあ活動されているところですね。はい。あ、こちらはまた。 そうですねハードル種目を教えているところですね。すすごいすごい、はいいはということで三宅選手はですこ、ねまあ、今年に入りましてアジア陸上世界リレーで日本代表選手としてまあ活躍されているんですけれども、はい、普段気になるところなんですけれどもどんな練習とか活動されてますか。はいえー、と普段は午前中はえと仕事をして、うんはい、午後は練習をしてという、はい、そういうスケジュールに。 なっていますすねお仕事をされているんであ、はい、強化期間中ですとか、うん、えと試合合宿等を入れて、まあ、メリハリよくあの<あ>練習と仕事とうまく両立できるように<理>、はい、していますはい大変だと思いますけれどもね。ということですけれどもまあその高い目標を掲げて日々トレーニングを そうですね。<laughs> 練習を行っているところですけどね。はい、まあ日本の陸上界を引っ張っている三宅選手、そしてその住友電工の陸上競技部の皆さんなんですけれども、えー、住友電工の方ではこの秋にはスポーツのイベントが開かれているということなんですねですね。はい。はい、住友電工陸上フェスタというので、と、うん、2012年から、はいえー、今年で8回目の開催になります。はい。とコンセプトは日本の陸上界の貢献と地域貢献になります。はい。 はい、このイベントの特徴は3つありまして。はい。と1つ目はレベルの高い実業団や大学の選手の真剣勝負を間近で体験できます。はいで、2つ目はイベントなので、陸上のスター選手と交流できます。それもいいとこですね。はいで、3つ目は気康フェスタを同時開催しているんですが、ご来場いただいた皆さんの健康チェックや。 健康促進のきっかけになる体験イベントを受けることができます。はい、まあ、はい、今お話伺ってもどれも気にな,なります。けれどもね、はい、まあ具体的にはこうどういった内容になってるんでしょうか？はい、はいえー、過去の映像がありますので、そちらをご覧ください。はい、お願いします。はい。<あ>こちらは公式の陸上の大会日本記録挑戦会の様子です。うーん 国内のトップ選手が60メートル、200メートルハードルなどの種目で日本記録を狙いに真剣勝負でレースに出場します。はあ、早そうですね。<laughs> <laughs> 見るからに速そう。うん。あ、はい、学生もそうですね。<あ>出ています。はい、おハードル。はい。で、男子200メートルハードル。 で,では、うん、あの世界大記録、その他いくつかの種目で日本記録が出てます。ちょうどあのあ世界大記録は出た選手ですね。今のですね。はい。はい、そうですね。<あ>はい、こちらはもう少しちょっと距離が長くなったな。はい。これは超距離ですね。はい、はい、でまあ、日本記録が出た瞬間は本当に会場一体で感動することができます。はい。 今年も、えー、水野の和田選手が女子の60メートル、はい、100メートルで出場するので、うん、そちらは見どころかと思いますので、ぜひ一緒に感動を共有できればなと思います。はい。あ、こちらはあれですね。なん中で体育館になるんですか。はい、あそうですね。うん、こちらは体育館の中で行われている健康フェスタです。うん、ああ、なるほど、はい。どのコンテンツも無料でどなたでも参加できます。へー 例えば、体力測定や自律神経測定などが受けられたり。ヨガ、ピラティス、懐かしい体力測定などが体験できます。じゃ、まあ、年齢問わず。はい。そうですね。できるってこと、参加できるんですね。はい。投げてる。はい。こういった、あの、キッズたちが喜ぶ、プレイコーナーもありますので。これやったことありますけど、しんどい。そうです。しんどい。そうですか。はい。 え、こういったのっていうの、はその日一日でこう行われるんですか。そうですね。うん、はい、朝から夕方四時ぐらいまでで<ー>、行います。でそこに三宅選手とかもずっと一緒に参加していただいたりするんです。ですね、大変すごいけど嬉しいイベントですね。はい。<laughs> はい、これちょうど午前中にやってる陸上教室の様子なんですが、はい。あ、いいです。これはなんかあれですか、はい。ウォーミングアップや走り方など、あの住友電工の所属の選手が、うん。 教えるようになってますね<ー>、はい、こういった教室はこの日だけではなくて、はい、毎月1回伊丹市の子どもたちを対象に開いていてそうですね県大会入賞や全国大会に出場する選手も現れて結果が出始めています、うん、いいですね伊丹市出身の選手が今後もね,、うん、ねたくさん出てくるんじゃないかと思います。はいは こちらも教え買いがありますね,すね積極的に参加してくださるのででもすごい楽しそう、うん、本当にね皆さんねそうですね,いいですねはい結構たくさんの方がねはいいらっしゃっていろいろなことが行われるということなんですけどイベント当日には他にも何かあるんでしょうかねはい、うん、今年はあの伊丹氏様と共催で開かれるはい。 陸上のスター選手とのサイン会やトークショーも開催されますああすごい <laughs> はい。さあ今年はどなたが <laughs>、はい。メインイベントは、はい、東京オリンピック盛り上げ企画と題しまして、うん 住友電工陸上競技部の三宅選手と小池祐樹選手がでい、普段からあの、うん、トレーニングしていることの内容とか、うんうん、また子どもの時の話などはたくさんあのお客さんに喜んでいただけるようなお話ができればなと思っています間近で、ね、三宅選手にも会えるというのも、ねうん、そこでお話が聞けるというのは本当に、ね、皆様、すごくわくわくすると思いますけれどもね。 はいということなんですけれどもねいろいろ楽しみなイベントになりそうですけれどもねトップアスリートの迫力あるレースが間近で見られる機会があるということで参加者の健康づくりや子どもたちの陸上教室など本当に盛りだくさんかなと思いますけれどもねぜひ皆さん足を運びいただきたいと思います。 なっています、えー、住友電工陸上フェスタ2019、えー、第8回日本記録挑戦会兼住友電工杯場所は、えー、住友総合グランド開催日時はご覧の通りですが10月13日の日曜日まず9時から11時35分午前中は この小学生陸上教室中学生陸上教室住友電工陸上競技部の選手のトークショーがあるということですねそして11時45分から16時までは第8回日本記録挑戦会兼住友電工杯健康フェスタ 抽選会もあるんですねこれね抽選会となっているということです、はい、このような予定でよろしいでしょうか石川さんはい確認しとかないとだめですね今回はえ10月13日に開催される住友電光陸上フェスタを三宅選手からご紹介いただいたということなんですがますますこれから、えー、活躍が期待される三宅選手にねここで 今後の抱負などを伺いたえと来年に向けてはまず自己記録の更新を目指して、うん、また東京オリンピックもありますのでそれに向けて着実にレベルアップできればと思っています。はい ストイックに練習されていると思いますけれどもね、宮家、はい、<laughs> 選手にとっていいですかね、走るってどういうことですかね。<る> <laughs> 難しいですよねす。難しいですけど、<laughs> う,ん,、うん、うん、私にとって走るっていうのはまずまあ人とつながりができるということで、また成長できるようなものというふうに位置づけています。とここまであの陸上を続けてこれたこと、うん、また陸上に出会えたことも、うん、人とつながりがあったことが。うん あの大きいですので今まで出会ってきた人に感謝しながら、はい、これからも走ります,お願いますいや今の言葉を胸に、ね、<laughs> ますます期待がかかりますけれども、ねはい、大変なことも多いと思いますけれども、ねはい、怪我などされないで,、はい、で来年、私たち東京オリンピックで <laughs> 三宅選手の活躍も見、ねえー、<laughs> たいなと思っていますけれども、ねはいえー、今日は三宅選手そして吉川さんに来ていただきました。